はい、こんにちは。日本改革特ツアーです。カズオ様、みかん様、猫耳様、ジャパン劇場様、サマーの美雪、浦安支部長、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎との裁判費用に充てさせたいと当て、させていただきます。そういえばですね、現役大臣が週刊誌とか新聞とか、企業とかの組織じゃなくて一般人の個人をね、民事の名誉毀損で訴えたっていう事例あんのかなって調べたんですけど、見つかんないんですよ。私の調べ方が悪いのかもしれないですけど、週刊誌とか嘘書かれて訴えるとかは過去にあったかもしれないですけど、個人をね、個人のブログを現役大臣が訴えるの、見つからないんで、ひょっとして史上初なんかな、史上初の珍事なのかな、結構ニュースバリューあると思うんですけど、相変わらずテレビ新聞は一切報道してないですね。まあ中共の犬同士かばいやってんだわな、これな、いう感じであります。能登地震発生から2週間が経過し、被災地状況、石川県内死者221人、避難中2万35人、能登半島のほぼ全域の5万6000世帯が断水、断裂箇所の特定が困難で、復旧の見通しは立っていない。珠洲市の浄水場が停電のため稼働できない。輪島市と珠洲市で仮設住宅建設が着工。住宅できてもな、断水してんじゃダメなんじゃって思うんですけど、二次避難で故郷を離れた方が約8000人程度、亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げます。行方不明の皆様の無事を願っております。避難所の皆様の日常回復を願っております。世論です。断水の長期化やばいな、生活できない。4メーターの隆起で地下の配管が、真冬の北陸でインフラ整備は難しいよな。公営住宅に入れるから大丈夫。それでも地元に残るってじいさんばあさんがいるのがすごい。井戸水あるからな。井戸水あってもね、停電してたらちょっとね、江戸時代の生活すんならまだしも。東日本大震災での三種の神器は井戸、水道、井戸水、プロパンガス、発動機だった。私んちはあれだったな。カセットコンロを結構役に立ちました。試験です。そういえば能登半島が4メーター持ち上がったんだった。当然水道管なんかも断裂してんでしょうね、ズダズダにね。断裂箇所特定とか言ってないで、全部ね、新設、もう新たにやり直しちゃいましょうぐらいの、構えと予算でやらないと進まないかもしれないですね、これね。大規模火災が起きて焼失した輪島市朝市通りの捜索開始。行方不明者がここだけで100人近くいらっしゃるそうであります。警察約200連が焼失した。 90% 以上捜索した、数箇所から人骨のようなものを発見しただそうであります。亡くなられた方々に、慎んでお悔やみを申し上げます。木造一軒家が密集しているところですね。豊島区では木密地域って呼んでました。全国的にもそう呼ぶのかな。その自治体用語っていうのはあるもんね、木密地域。池袋よりも北にですね、トキワ荘ミュージアムがある南長崎、が木密地域支店になっております。トキワ荘ミュージアムって漫画家さんたち、超有名漫画家さんたちが集団生活してた、トキワ荘っていうのの後にミュージアムできたんですけれども、朝市通りもそんな感じだったんでしょうか。木造一軒家が密集。東京に大地震来たらですね、東京湾があるんで津波の心配はそんなにないそうなんですよ。内海っていうか外海じゃないからね。死者の7割は火災によるものだろうと予想されております。東京で大地震来たら、23区にもですね、木密地域いっぱいありますもんね。大地震来ないことを祈るばかりでございます。岸田政権、能登地震復興のため23年度の予備予算から
新たに1000億円以上を拠出する方針。24年度予算からは1兆円を拠出予定だが、まあ総理が視察に行ってですね、間に合わないって思ったんでしょうかね。今年3月までは23年度予算、4月から24年度予算って切り替わるのかな。世論です。いいぞ岸田、少し見直した。これはすごい。外国にやる金やめて復興に使え。今年は国内が大変なんで外国にはお金あげられませんってはっきり言いなさいよ。海外にばらまかず国内のインフラに使え。海外には1円も出すなと。せっかく決断してもですね、日頃から気前よく外国にばらまいてるイメージついちゃってて、少し気の毒だな、少しだけ。ほんのちょっぴり、毛の先ほど気の毒だな、今井絵理子さんに韓国のように国策でエンタメに力を入れている国は世界で結果を出していますからねと言ってしまい、とんでもない誤解をしているみたいであります。韓国のエンタメなんて全然結果出てないけど、韓国のコンテンツ輸出額はですね1兆7000億円総額で、日本はアニメだけで3兆円超え、税金でゴリ押ししててもやっとそのレベルであります。ランキング操作やら再生回数増やすインチキやりまくりで世界中の嫌われ者になっております。今井さん、歌と踊りはうまいんだろうけど、お粒の方は今一つ、あと無知こういう数字知らない。アニメだけで3兆円超え、韓国のは全部かき集めても1兆7000億円、いうのを知らない。NHK、能登半島への人員と物資の運搬のため、自衛隊のヘリ使わせろと総務省に要求。まあ、片隅に乗せてくれっていうことらしいんですけども、担当課長補佐、初めてのことです。NHK が一方的に要求してきた。NHK 職員、どんな災害でも民放各局は自前のリソースで取材をやってますよ。自衛隊頼みとは呆れます。こうやって国から恩を受けといて政府を強く批判できるんでしょうか。まあ政府批判が前提で自衛隊の力を借りるのがとっても嫌ってことは、この職員は通ってる職員なのかな。砂川博義立教大教授、指定公共機関だからこそ災害時にも自前で処理するのが大前提なんです。本来被災地に振り分けられるべき自衛隊の余力を奪うのは言語道断と。エイド、講談社、週刊フラッシュ。そんなに NHK が嫌いなのですね。ついでに NHK のデモも報道してくれよ。世論です。自力で行く許可をもらうならまだしも。金あんだからヘリ買えよ。あれだけ受信に余ってんだからヘリぐらい買えよ。全くだよね。3400円の建物建てるっつって、言ってんのにヘリぐらい買えよ100台も、特権階級かよ、特別扱いされてて当然って意識があるんだろうな。放送しないと受信料を取れません。てか、避難所に受信料を取り立てに行くわけね。指定公共機関とは災害時に協力してくれることになっている企業や組織のことを指します。NTT や KDDI、JR、など、まあ公共性が強いとこですね。まあ、半官半民が強いとこ。物資を配ったり、まあ避難所になってくれるコンビニとかコスモ石油、電力会社などもこれに含まれる。これらの企業に求められていることは、災害の時にね、与えることであって、助けることであって、奪うことじゃねえよね。自衛隊の余力奪ってんじゃねえよ。NHK は考え違いしてますね。自分らは自衛隊を動かせるって勘違いだから、自衛隊さんは避難者のためにお忙しいんだからね。思いやがりやがってね。もう特権階級がって話。放送するためって建前掲げてるらしいが、能登半島はほぼ全域停電でテレビなんか見れないはずなんだね。おかしいなぁ。NHK 石川の停電で停波したって報道もあったしね。NHK テレビもつかないし、 NHK も電波石川県には流してない。停波中の受信料ね、まさか請求しねえよな。しれっと請求したりすんだよな。2週間放送してませんけど、避難所に押しかけてですね、
受信料取り立てないよな、人員と物資運んでって言ってるらしいですけど、まあやりそうですけどね。二次避難所が有料であるかのような投稿をし、岸田総理に有名アカウントだから正確とは限りません、悪質デマは許されませんとぶったたかれたラサール石井、なんと謝罪、謝ったら死ぬ病気じゃなかったのか、デマール石井さん、正月以来政府の災害への対応に怒りを感じる連続だったので、二次避難のつぶやきにも即反応してしまい、ホテルや旅館が有料であるかのようなご情報を流す結果となりました。被災地の皆様にはただならぬご迷惑をおかけしたことを深くお詫びします。なんか謝ってるっていうよりも言い訳要素強くないですかね。俺は悪くないんだけどみたいな、世論です。いつもご情報寄りでしょうが、政府よりはるかに対応が遅くて草、まあ謝るのが遅いと。嘘とデマはいつものことだけどな、これ誤ったうちに入んのか、政府が悪いって言い訳してるだけのように見えるが、この人思い込み激しすぎだし頭がおかしくなってんじゃん。ラサール校の関係者はいい迷惑、まあ現役生とか卒業生とかラサール校の先生であるとか学校関係者、いい迷惑ですよね。それとも無名より悪名で宣伝してくれていいって考えなのかな。試験ですけど、パヨ仲間からですね、さすがに命に関わる電話はまずいよって助言でもされたんでしょうかね。けどパヨ基準だとですね、相手が気が済むまで謝らないといけない。じゃあ、なかったでしたっけ。慰安婦の時に確かそんなことを言ってたような気がすんな。謝りついでに政府批判とはさすがパヨだな。たっぷりインプレッション稼ぎましたな。インプレッションというのはその投稿が見られた回数ね。今後もデマをやめられまへんな。今はですね、インプレッションでお金もらえんですよ。ツイッター。広告料の一部がもらえる。やめられまへんな。ずーっと消さずに置いといてね。今日のその他のニュース。上川外務大臣、新台湾総統に当選の祝辞、中国共産党、台湾は中国の一部だ、深刻な内政干渉だと発表。聞いてる聞いてるって感じですね。中国はですね、バカだから、痛いところですね、痛いっつって絶叫して教えてくれるんですよ。バカだから。わかりやすくていいなって話。歴史的にはですね、中国こそ台湾の一部なんですけどね、台湾の方が、権威っていうか、由緒ある。由緒ある。で、蒋介石が生きてる頃は台湾もそう考えてて、台湾政府、中国に攻め入って奪還すか、なんていうことも検討されてたんですけどね。一部って言ってもね、香港みたく選挙自体なしにできてねえじゃん。少しできてねえじゃん。まあ、負け犬の遠吠えですね。札幌で杉田水脈さん、抗議集会が開かれ、自称アイヌ含む自称180人が集合。まあ、写真には30人ぐらいしか写ってなかったんですけど、集会のタイトルがですね、対策はマジョリティの責務だって、数多い方がなんかしろっていうですね。まあ俺が言った綺麗事をお前らが実現しろっていうのがパヨの常なんで、余ったれてんじゃねえわって、知らねえわって、そんな嘘つきどもが何が責務だ、勝手に責務にしてんだねって、余ったれやなって、バカで幼稚じゃないとパヨなんかやってられませんね、本当にね。中国による台湾総統選挙への工作が次々判明。事件件数3287件、被告件数3548人、逮捕者46人と、なんか日本とは桁違いの工作やられてんでしょうね、きっとね。聞かないし勝てないんだけどね、選挙に。沖縄もこれの10分の1ぐらいは工作員入ってんだね、エビが。通過ですね、沖縄タイムスと、琉球新報は工作員が記事書いてる。記者が工作してんじゃなくて、工作員がついでに記事も書いてるってレベルですしね。トランプ大統領、就任直後からアメリカ史上最大の強制送還作戦を開始する。エイド。私の公約にも取り入れようかな。史上最大の不法滞在者強制送還作戦やります。人員と予算増やしてですね、2回まで、認められている難民申請、審査の期間を
爆速にします。3日で終わらせます。1回難民申請して3日でダメですって言って、また申請してきても2回目ダメです。強制送還。で、全部で1週間で済むっていう。とかどうでしょうね。予算と人員100倍にして、朝日新聞、50代男性会社員、貯金5万円の中から1万円を令和に寄付。何通記事書いて、令和上げしておりました。統一教会も真っ青の洗脳ですね。自分の財産の5分の1を寄付しちゃう。つが、50代会社員で、50代会社員で、貯金5万円って、どんだけ浪費家なんだよって。キャバクラ通いが趣味ですとか、じゃないよなって。こんなレアケース記事にすんなって話。大阪と兵庫以外の都道府県で、公務員の募集定員割れ発生。45都道府県。大阪と兵庫が人気あるのはよくわかんない理由は、特にですね、土木や獣医など、資格がないとっていう、土木1級土木2級っていうのがありまして、専門職が不足だって。文系は大丈夫だそうであります。そういえば私もですね、大学時代土方のバイトやってまして、そこのね、専務がですね、3つ上の先輩だったんですけど、まあ若いですよ。お父さんが社長でが、三つ上だったんですけど、見込まれちゃって、私、土方一級取って、正社員になんないって言われちゃって、いや、でも私、獣医になるんで、ダメですって断ったんですけど、土方一級、土方二級っていうのがありまして、まあ、土方一級を持っている会社員が何人いるかで、受け入れる工事の予算規模が変わってくるみたいですね。当然多ければ多いほど、予算が大きい工事が受けられるみたい。募集の待遇が良くないのと、地方公務員のブラックぶりが SNS で知れ渡った結果じゃないかと推測しております。というわけで、現役大臣ともあろうものが週刊誌とか新聞じゃなくて、個人を民事の、名誉毀損、まあ刑事の名誉毀損っていうのもありますけれども、こっちは証拠バッチリ揃えて、かからないとできないから無理だって思ったんでしょうね。民事の名誉毀損で訴えたっていう事例、もし、あったらコメントで教えてください。ひょっとすると史上初の出来事かもしんないんでね。あとこれ、テレビと新聞でなんでやんないんだって、ツイッターその他で言いふらしてもらえると嬉しいであります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。